フォードフォージャパンサミット2021のショートプレゼン大会をですね、始めていきます。はい。で、ですね、ちょびっとだけ画面共有切りますけど、はい。今回ですね、このショートプレゼン大会、ある思いを持ってですね、始めます。どういうことかというとですね、今回、シビックテックの新しい芽を育てる。そういうわけで、初めての方もね、ぜひ来てくださいという形で、行うショートプレゼン大会です。でもですね、そこはですね、いろいろですね、手を広げるシビックテッカーも多いので、はい、もうベテラン勢もですね、加わってます。なんで、ね、ベテラン勢の円熟の技と、そしてですね、若手のですね、初々しさと、両方ですね、感じていただければと思います。はい。どちらもですね、内容的にはね、非常に素晴らしい内容になってると思います。はい。ではですね、まず最初に、定型スライドの方ですね、ちょっと私の方でも読み上げていきます。で、この定型スライドを読み上げた後ですね、はい。営む石巻の尾崎さんの方に司会をね、お渡しします。はい。で、まずね、コードオブコンダクトと参加時のお願いということで、はい。このコードファンジャパンサミットは参加者、登壇者、スタッフ、みんなで作り上げるイベントです。はい。で、誰もが参加しやすいサミットを共に考え、共に作るということをね、目指しています。はい。そして、はい。お互いに敬意を持って、はい。価値観を認め合い、はい。建設的に意見をしましょう。はい。そして、それぞれが文化的、個人的なバックボーン、バックグラウンド、それの違いがあることをね、認識して、理解をお互いしていくようにしましょう。はい。で、こちらに各種リンクがあって、はい。そしてですね、はい。もしですね、イベント内で何かですね、はい。ちょっとハラスメントにあったとかね、はい。性別の部分だったり、はい。そういった人種とか、そういった部分で何らかのハラスメントもね、ありましたよとか、はい。そういったことがあったりした場合はですね、はい。Code for Japan の担当者にお知らせください。はい。メールはですね、こちらの coc アットマークの Code for Japan.org。で、Slack の方は、こちらですね、陣内さんと竹澤さん。はい。こちらにですね、はい。メンションしていただければと思います。はい。そしてですね、はい、最後、協賛ですね、はい。はい、特別協賛、奥田様、協賛、UD トーク様、インフォラウンジ様、グラファー様、ストローリー様、自動処理様、一般社団法人、官民競争ハブ様、そして協力で、リモ様、インティラック様、そして、はい、アーバンデータチャレンジ様、はい、こちらの方の、特別協賛、協賛、協力をいただいて、このイベントは運営されております。はい。で、石巻会場、はい、営む石巻、はい、ここからですね、はい、マイクを振りたいんです。あ、はい、尾崎さん。尾崎さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。尾崎です。はい、じゃあ、ここからで、ね、ショートプレゼン大会、司会の方、ぜひよろしくお願いします。最悪で務まるかちょっと心配なんですけども、はい。はい、見たいと思います。コメント入れるときはですね、私もカメラオンとかにしながら、はい、ちょっと入れぜてひいおけ願ばいと思しいまます。す。はい。はい。で、順番はですね、公式サイトに載ってる順番で、はい、進めていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい。L、あのね、登壇者の皆さん、今、揃ってます。はい。じゃあ、今から、LT の、5分間ですね、制限時間5分間のショートプレゼン大会ということで始めさせていただきます。改めまして、進行を務めさせていただきます、営む石巻の尾崎と申します。よろしくお願いします。時間も限られているので、私の自己紹介とかちょっと割愛させていただくんですけども、どうですかね、今ご準備されている方々、緊張していらっしゃるでしょうか。初めての方もですね、いや、あの人慣れてるから大丈夫よって思われてるような人もですね、やっぱり緊張はすると思うんですよね、こういう場所って。なので、今回の、Code for Japan サミットの、趣旨であり、ルールでもあるところで、聞く側もですね、ぜひぜひ、好意的に、皆さんで作り上げていくっていうことで、ぜひぜひ、5分間一緒に参加してもらいながら、聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。では、トップバッターといいますか、順番、一番最初なんですけど、中尾さん、いらっしゃいますか？はい、大丈夫です。はい。よろしくお願いします。はい、ではスライド共有させていただきます。はい、お願いします。よいしょ。今、スライド見えてますでしょうか？
はい、大丈夫です。見えてます。はい。では、発表させていただきます。すいません。ちょっと、電波が悪いところにいるので、画面はオフのままでやらせていただきます。はい。では、全国各地で展開可能な食育ついにリリースということで、Code for Youth の中尾が発表させていただきます。よろしくお願いします。はい。で、本題に入る前にですね。はい。私たち Code for Youth がリバースしましたということで、ちょっとこの団体の説明を少しだけ挟ませてください。で、Code for Youth ってどんな団体か聞いたことないよっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。我々 Code for Youth なんですけれども、Code for Japan Summit 2017で学生セッションを企画したメンバーで発足したような団体になっております。で、団体趣旨としては、地域に縛られずに若者がシビックテックに関わる場を提供するよというような存在になっております。はい。で、ポリシーといたしましては、心が若者であれば、みんなユースだよ、年は関係ないよ、というようなことをポリシーとして掲げさせていただいております。で、我々もですね、発足当初は学生だったんですけれども、今となっては、全員が就職したりですとか、結婚して子供が生まれてたりですとか、起業してるメンバーもいたりしつつ、活動させてもらっているというような団体になっております。で、こんな感じでですね、皆さん、それぞれの場所が忙しくなって、一時活動を停止させていただいてたんですけれども、今回ですね、この食育というアプリを元にして活動を再開しましたので、その活動の再開の元になった食育というアプリについて、今回は紹介をさせていただきたいなというふうに思います。はい。では本題に入っていきます。皆さん、この食育というアプリ、聞いたことありますでしょうか？おそらくこちらもですね、聞いたことないよっていう方いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この食育法は生駒というアプリなんですけれども、奈良県生駒市のですね、学校給食の、献立ですとか、アレルギー、栄養バランスみたいな情報を、イラストと一緒にですね、手軽に確認できるようなアプリになっておりまして、2017年のですね、生駒市のシビックテックアプリコンテストで、誕生したというようなアプリになっております。はい。で、これまでの略歴というか流れなんですけれども、2017年3月にですね、アプリ部門で最優秀賞を取りましてから、10月にはですね、実は、デモアプリはすでに完成しておりました。ところがですね、11月に、ちょっと諸事情で公開が停止されてしまいまして、ちょっとこう活動が止まっているというような状態になってたんですけれども、去年の10月にですね、推奨データセットに学校給食の献立情報が追加されたことを機にですね、再度アプリを作ろうという流れになったというような、感じで、今活動をしております。はい。で、学校給食献立の推奨データセット、どんなものかと言いますと、アレルギー情報とか栄養素みたいな、学校給食に関わる様々な情報を45項目にわたって CSV フォーマット化したものになっております。で、45項目もあるので、人の手で更新するというのはなかなか難しいようなデータセットになっておりまして、各自治体が保有している給食管理システムから出力されることを想定しているようなデータセットになっております。今回これを使ってですね、アプリを作っていこうというような流れになっております。はい。ではですね、どういうふうなアプリ作っているかと言いますと、もともとネイティブだったものを今ウェブ版で作ろうとしております。で、特徴といたしましては、スマホと PC 両方から利用可能ということももちろんあるんですが、一番大きなものとしては、サーバーさえ用意していただければ、このコードをもとにですね、いろんな自治体への横転が可能ということが最大の特徴になっております。またですね、標準フォーマットを使えば、毎月のデータ更新も低コストでできるということで、コードをもとにですね、いろんな自治体に展開していただければということを今後の展望として考えております。はい。ということでですね、ちょっと短かったんですけれども、食育も Code for Youth もリバースしましたので、今後とも活動を応援してくださると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。お時間ももうちょっとあるみたいなんで、なんかいろいろ聞きたいんですけど、中尾さんいいですか？はい、もちろんです。はい。いや、
何しろの心が若者っていうキャッチフレーズがズキンとこうなんていうんですかね、僕の矢を早く抜いてくださいっていうぐらい、すごく素敵なコピーだなと思って伺ってました。どうですか、2017年から4年経ったということで、環境だったりお立場も変わったということのようなんですけども、はい、始めた時と今だといかがですか、その見えてる景色だったりやってることの難しさだったり、なんか今一番何が当時とこれが違うかなって感じてらっしゃったりします？はい、なるほどですね。実はですね、僕自身がこのアプリを開発しだしたのはそれこそ今年の5月とかからで、昔の事情は本当に人捨てに聞いたというぐらいにしか分かっていないというメンバーだったりはするんですけれども、まあ、こうなんか実際に関わってみるとですね、例えばこうデータフォーマットとかが機械では処理しづらい形式になってたりですとか、まあ、こう実用化する上でいろんな問題が見えてきて、まあ、こうすごくやりがいのあるプロジェクトだなというふうに関わってて、感じております。すいません、ですね、中尾さん、ぜひカメラオンにしてだ、もしよければしていただけると、ね、せっかく顔が出ると。承知しました。すいません、ちょっと電波が悪いかもしれないんですけれども、できるだけカメラオンでやらせていただきます。はい、ありがとうございます。テーマがそうですよね。食育っていうのは、中尾さんにとってどういうふうに、なんかここの意義というかは捉えてらっしゃって、今、活動されてますか？そうですね。やはりもともとの CSV のデータを見る感じだと、こうアレルギー項目とか栄養素とかって、なかなかこう数字だけ見ても分かりづらい部分っていうのが多いと思うんですよね。特にお子さんだったり保護者の方ですと。まあ、なので、結構それを見やすくするですとか、まあ、データを可視化するっていうところには、結構その自分的にも意義を感じる部分はあったりはします。そうかそうか、そうですね。可視化させるっていうところは一つ。ポイントではありますよね。その点で言うと、どういうなんか苦労というか、独特のものってなんかお感じになるものありますか？こういう食欲、まあ、アレルギーというテーマにおいて。すごく分かりやすく見せるということには、やはりいろんな課題があるなというふうに思っていまして、例えば給食のメニューを見せるにしても、こう例えば今で言うと、本当に数少ない画像の中でいろんなメニューを表さないといけないので、まあ、例えばこうチンジャオロースみたいなものが味噌汁の画像しか使えないみたいな状況も結構起こっているという状況ですので、そうなんです。いろんな画像をどうやって用意しようかなという悩みですとか、まあ、ともかくいろんな、情報ですね、いかにして分かりやすく見せるのかっていうのは今後とも向き合っていかなきゃいけない課題かなっていうふうには感じてますね。なるほどなるほど、そうですね。確かにこういう社会課題とかって、もう取り組んでらっしゃる方々に言うのは失礼かもしれないですけど、ハードルを どれだけ下げるかってね、先ほど小泉さんもおっしゃってましたけど、できるだけ難しいテーマで、大切なテーマであるがゆえに、そういう工夫とか苦労みたいなものがきっとあるんだろうなと思いながら伺っていました。アプリすみません、私実は今回初めて伺ったので、楽しみに後ほど拝見したいと思います。ありがとうございます。食育 .jp ですよね、はい、はい、私からもちょっと一言大丈夫ですか？あ、はい、お願いします。やっぱね、はい、じゃあこの食育 .jp っていうのは、はい、ゴミなし、オープンデータとかオープンソース界隈で有名なゴミなしを、はい、意識して付けられてる名前だと思うんですけど、はい、ゴミなしって結構データを作るところでワークショップやりやすかったりとか、あと今ですね、私プログラミングの授業の際の教材としてゴミなし使ってるんですよ。まあ、そういう広め方もできるようになってるんですね。はい、なんでね、食育も多分ですよ、これ使ってプログラミングの授業できるよみたいな感じになると結構広がるんじゃないのかななんて思ったりしながら今見てました。そうですね。確かに。そうですね。それテーマとしても確かにね、なんか非常に相性が良さそうな感じしますよね。確かにね。わかりました。じゃあちょっとお時間もありますので、中尾さん、ここまでのお時間とさせていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ引き続き尾崎さん、よろしくお願いします。はい。はい、で続きまして、阿部さん、よろしいですか？はい。お願いします。はい、よろしくお願いします。
画面は大丈夫ですか？はい。はい、お願いいたします。今見えてますかね？はい、見えてますよ。大丈夫ですよ。はい。じゃあ始めます。はい。はい、私、青森県八戸市出身のデザイナーです。ちょっとタイトルを、青森県に生まれたからやりたいことを諦めるをなくしたいとしました。簡単なプロフィールなんですけど、私、18歳まで八戸市に美術コースのある高校に進学しました。ちょっとデザインとかアートについて専門的に学んで、その大学を4年間新潟県の長岡造形大で過ごしました。で、去年とか一昨年のサミットではそのグラフィックレコーディングでちょっと参加をしていました。で、今年の春大学を卒業して、今年社会人1年目で名古屋のウェブ制作会社でデザイナーしています。1年目なのでまだ全然ペーペーです。で、アジェンダなんですけど、ちょっと2点ちょっと喋りたいなと思っていて、ちょっといろいろ問題がいっぱいあって喋りたいこといっぱいあるんですけど、まあ、一つ目、もう地方大学に行くハードル高すぎ問題。私がすごいもうこの高校生から大学の間に苦労したことをちょっと話したいなって思うんですけど、青森県平均年収が全国最下位で、本当にお金がないから大学は無理っていろんな人に言われますし、周りの友達もこのせいでやりたいことあったのにもう泣く泣く就職するわみたいな感じの子もいっぱいいました。で、他県に比べてその片親率がすごい高いっていうのもあって、それも大学進学率を下げてたり、大学がそもそも県内に少ないので、その一人暮らししなきゃいけない、県外出なきゃいけないとか、国公立でも学費ってどんどん上がっているのはすごいので、なんかなかなか大学に進学できないっていうのが問題で、あとやっぱ親世代にその地方だと大卒者がいないので、その大学っていう場所をなかなか想像してもらえなくて、大学なんて言って何すんのとか、地元で高卒で働いて結婚するのが幸せだろうみたいなすごい言われたりとか、心ないこといっぱい言われたりしました。で、2つ目がその大学行った後もその地方に戻りたいなって思ってもキャリアが積めないっていう問題を感じました。私はそのデザイナーでクリエイティブ業種ですごい就活してたんですけども、まず地方には新卒を育てる体力のあるデザイン会社とかクリエイティブ会社はないです。で、都心でしかキャリアを積めないっていうのが現状で、まあその地方にその会社があったとしても実務経験3年以上じゃないと取りませんとか、未経験不可ですっていう会社がすごい多いです。仕事を選ばなければ新卒採用の会社もあるんですけれども、すごくやっぱり何ですかね、やっぱやりたい仕事を諦めなきゃいけないっていうのはすごい嫌だなって思いました。で、青森を良くしようって、まあ、東北もそうですし、なんか多分今まで の、 そのお話に出てきた方たちもそうだと思うんですけど、大体県外から移住してきた方とか、まあ、その出身者じゃないけどその東北を良くしたいよって思ってる人たちとか、 UIG エンターンしてきた人たちがいつもすごい動いて行動してきてくれてるなって思いました。でも、まとめなんですけど、まあ、私のやっていきたいこととしては、その学生の学びたいっていう気持ちに対してマイナスなイメージをなくしたいとか、なんかこういう道ってあるんだよとか、諦めないでほしいなっていうのと、その遠隔勤務とかで都心の仕事を地方にできるようにしたり、地方でもちゃんとキャリアが積めるようにしたいなって思ってます。で、青森、東北のクリエイティブのクオリティを上げたいとか、クリエイティブをどんどん東京とかに外注しないで、きちんと地元の人間が作れるような地産地消を実現したいなって考えています。ちょっと早足になっちゃったんですけれども、私も大学行くときに八戸市の奨学金をいただいて大学に行ったんですね。その給付型の奨学金なんですけれども、多分それがなかったら大学行けてないですし、今こうやってデザイナーやってられないので、もっとなんか地方になんかこうちゃんとデザイナーエンジニアでもご飯食べていけるんだよっていうことを伝える役割をしていきたいなとは思っています。ちょっといろいろ地方でもやっている活動とかはあるんですけれども、今日はちょっとこういう現状、地方の現状をちょっと伝えたいなと思ってお話ししました。以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。月並みですけど、ものすごい共感します。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、僕自身実は国家資格のキャリアコンサルタントなんですね。で、まだ全然よちよち歩きなんですけども、地方の高校生で
まあ、今のお話とちょっとずれるかもしれないんですけど、IT に興味がある子たちがいて、でその彼らが、できることなら、先ほどね、地産地消っていうあのワードをおっしゃってましたけども、限りなく地元に近いところ、まあ、一番もうまさしく地元だったら最高なんだけれども、そこで、まあ、働ける、そして、まあ、もしかしたら働くっていうことと同時に学べるとかですね、いうような環境を作れる活動ができないかなっていうのをちょっと実はやってたりするします。今安倍さんおっしゃった中で言うとちょっと伺いたいんですけど、青森から新潟に行って学ん でその後今名古屋っていう話ですけども、はい、どうですかその今お仕事をされてる中でまあなまあ、名古屋って相当都会というかいろんな刺激もあるんだと思いますけど、今働き始めて感じているところってちょっとなんか自由で構わないんですけど、どんな風な印象ですか？そうですね、やっぱコロナでそのやっぱデザイナーとかエンジニアってなんだ、うん、家でも作業仕事できるじゃんっていうことを感じる反面、うん、やっぱり都会の会社じゃないと大手クライアントとか大きい仕事ってなかなかできなくて、そこでキャリアを積めないっていうのはすごい感じてます。なんか青森だとやっぱその多分デザイナーさんとかきっといるんですけれども、その若い子を育てる力っていうのはなかなか手が回ってないかなっていうのはすごい感じます。そうなんですね。安倍さんから見たそのキャリアっていうのは今のことで言うと何だろう、一言で言うとどういうことが安倍さんにとってのキャリアだったりしますか？そうですね、やっぱりなんかきちんと実績を積まないと地方で仕事できないなっていうのをやっぱ感じてます。こういうことをやったっていうその案件の規模だったり種類だったり、そういう経験を積むっていうことの機会みたいなことですかね？そうですね、やっぱり都会できちんとレベル積まないと地方でもそのレベルが上がってこないので。はい、そうですね、なるほど。特にいや、一つ共感した部分がもう一つあって、はい、多分こういうイベントに参加している皆さんもそうだと思うんですけど、クリエイティブの方とか、その IT のエンジニア、我々イトラブもそうなんですけども、やっぱり自分がなんか感じたもどかしさとか、自分が何かを成し得た時のなんかこう、突破した時の気持ちよさっていうのがやっぱりあるので、できることなら先輩になったときに後輩になんかこう伝えてあげたいなとか、言葉を選ばずに言ったらおせっかいなぐらいなんか関わってあげたいなと思っちゃったりとかすることが多いので、僕逆にこのコロナってオンラインでこういうコミュニケーションを取れる機会が増えて、ちょっともしかしたらいい方向に行くのかもしれないなって期待してたりするんですけど、とはいえ名古屋でやっぱりいきなりコロナですって言われちゃうとどうですか、コミュニケーションのところとか、僕なんか元からしてる人が急にこうなると、あ、違うなんか可能性もあるのかなって思ったりするんですけど、今感じてることありますか？そうですね、でも大学4年の時 もうコロナだったんで、結構もう Zoom とかのコミュニケーションが結構当たり前になってたので、そこまでハードルは高くはなかったですね。じゃあ今お仕事しながらでも比較的そこはアジャストというかできてるかな。そうですね、はい。分かりました。今じゃあその次のステップとしてこのね、なんか大学行くハードル高すぎ問題とかっていうこの社会的なこともありますけど、はい、安倍さんから見るとこの次はどんなステップというかどんなことを目指していこうっていうのはありますか？そうですね、やっぱ地方の子たちってその情報を取れる量が少ないなって感じてて、都会の子たちってすぐ自分たちで情報取りに行けるんですよね。なんかアートだったらすぐ美術館行ったりとか、まあ、勉強したいなと思ってもすぐいろんなイベントやってるんで、地方の子たちと話してるとなんか、そういう世界あったんだみたいなこといっぱい言われるんで、やっぱその教えてあげたい、情報提供してあげたいなとかっていうのはやっていきたいなって思ってます。いいですね。でもそうですよね、確かに僕らこう石巻でも学べるんだとかね、なんかそこでもなんかかっこいい大人の背中見えちゃうんだとかっていうのなんかやろうって思ってたりするので、すごく本当に共感しています。なんか一緒にできたらいいですね今度。あ、そうですね、ぜひ、せっかくの機会なんでなんか、はい、
ご一緒できたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、個人だと言ってた方がよかった。いやね、私からのコメントちょっと言おうと思ったんですけど、実はですね、ほら、やっぱりですね、尾崎さんのキャリアの話はですね、私も聞いててね、すごいいいんですけど、やっぱ充実していたがためかですね、少し時間が押してる状態に今なってまして。あ、ごめんなさい、すいません。そうそう、今ですね、大体、25分過ぎた状態なんですけど、ほら、残りあと 3人喋んなきゃいけないんで。わかりました。そんな感じでお願いします。共感しすぎちゃいました。失礼します。ありがとうございます。引き続きお願いします。はい。すみません。じゃあ、続きで、小又さんいらっしゃいますか？はい、よろしくお願いします。はい、すみません。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ少しお待ちください。はい。じゃあ、始めさせてもらいます。ちょっとお待ちください。よいしょ。じゃあ画面共有させていただいて、あ、見えてますか？見えてますか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ始めます。じゃあよろしくお願いします。じゃあスライドショー、はい、よろしくお願いします。私からの発表は、よいしょ、開始しよう。はい、ポッドキャストで情報発信しませんかということで、オープン川崎の又が発表させていただきます。私は、川崎市、神奈川県の川崎市というところから今、つないで発表させていただいています。で、まあ、いろいろコードフォージャパンさんともいろいろやっていたりして長いんですけど、まあ、今回は東北がテーマということで、いろいろ、まあ、東北ともいろいろ関わり合いがあるんですけど、まあ、最近出るそういう東北テック道場の郡山道場って道場主をやって、そうですね、郡山の子にプログラミングの勉強をしていただくためにこう道場というものをやっています。この東北テック道場は東北を中心に東北の人たちにそういった意味でプログラミングを教えるみたいな試みをやっている、ものです。で、まあ、あと私の実家が実は、宮城県の東松島市って、まあ、戦績編ですよ、陸前赤井という駅のそばにあっていて、結構ちょくちょく実はその辺りに出現したりしてるけど、まあ、最近はコロナでちょっと行けなくてちょっと寂しいなと思っていたりしています。で、ちょっと1個だけ宣伝で、あとまあちょっと副業という形で少しスタートアップ企業にも関わらせていただいているんですけども、今仲間を募集しています。もしか AI とか都市とかテクノロジーとかに少しピンときた方がいればぜひ声掛けをください。エンジニア、スモロモロ、いろんな、人を募集しているのでよろしくお願いします。で、突然ですが、ポッドキャストをやりませんかというご紹介です。で、よく活動紹介とか自分がやってることをする発信の道具として結構ウェーブを使ったりとか SNS を使ったり、最近だと YouTube が多いと思うんですけれども、まあ、一時期今年の初めぐらいにそうですね、クラブハウスがものすごい一時期ブームになったりしていて、で、実はポッドキャストとか Spotify をはじめ最近はそういう音声メディアサービスというのが結構注目をされていたり、まあ、ラジコみたいなそういうラジオを音声でお伝えするっていうのも少しく台頭してきています。ということで、まあ、ポッドキャストは実はインターネットのラジオであるので、個人でも実は簡単に開局できるローカルメディアとしてはすごく最適なものだと思っております。なので、皆さんポッドキャストで地域の人々と情報の共有や経験を共有するようなことってのをぜひやってみませんかというところですね。で、私は以前行動ジャパンで、まあ、井戸端会議ってこれはリアルに会う会議で、これ毎週木曜日にやって、まあ、都合、2015年ぐらいですね、100回をやった時点で1回終わったんですけど、まあ、こういった感じでやっぱり人と会って話をするっていう、まあ、共有の場としてやっぱりリアルな場っていうのがすごくやっぱりいいかもしれないですけども、やっぱりそういった意味ではポッドキャストみたいなメディアを使ってやっぱりお伝えするというのもいいのかなと思っています。まあ、先日シビックテックフォーラムというイベントの中でフェアリー FM をやられてた高橋さんという方もやっぱりそういった意味でご紹介をしていただいて、実は開発とか社会課題に取り組むそういった姿勢とかメディアのプラットフォームとしてとてもやっぱりポッドキャストっていうのはすごくフィットをして、ぜひ皆さんやってみませんか。特に日本以外でもやっぱ発展途上の方とかそういう人たちもどんどんやっぱ海外の人もポッドキャストで情報発信をしているので、皆さんが思っているようなことをやっぱりこういった発信をしてみませんかということをおっしゃっておりました。ということで、まあ、身近なローカルメディアをして作っていくっていうのはこういった意味ではいろいろ日々活動していく上ではとっても大切な鍵だと思っております。で、シビックテック活動やられる方もいるし、これからやろうとしている方もいたり、仲間を募集したいと思っている人もたくさんいるかと思うんですけれども、そういった方に今、そういうメディア、ローカルのメディアとしてこういう、ポッドキャストを使うってことがぜひおすすめです。
で、私は、それでは地元で、すごく超ローカルなメディアで小杉レイディオっていうのも始めて、要は近々地域のそういったお店の紹介やり、そういういろんな人たちを雑談しながらするようなポッドキャストを開始したり、これはあと岐阜の石井さんと、まあ、埼玉の太田さんとともにシビックテック井戸端キャストみたいな、そんなポッドキャストも始めたりして、いろいろなことを、まあ、普通に雑談レベルでのいろんなニュースなんかを喋り出しています。で、ポッドキャストのメリットとしては、実はラジオっていうのはとてもファン化ができる顕著なメディアであったり、結構時間がない箇所分の人たちにとってもすごく魅力的なものであったりする。で、結構今ツールがすごく発達をしているので、誰でも簡単にスマホ一つから始められるので、ぜひやってみてみませんかってとこですね。なので、ポッドキャストがもしやってみたいなとで分からない人から、ぜひ声掛けしていけば、ノウハウを教えします。なので皆さん、それでポッドキャストを開業したらみんなでつがりましょうということで、ポッドキャスト、今私がシビックテックをやってる方々がどんなことやってるのかなって調べても、このぐらいの人たちがポッドキャストをやっています。そうですね、シビックテックのチジテレさんもやられたりとか、あれ小平の方もやるし、そういった意味でポッドキャストやられてるので、ぜひ皆さんポッドキャストをやりめて、皆さんつながっていきませんか。で、つながった後には皆さんで、そういった意味では、こうやってもちろんそういうシビックテックポッドキャストネットワークみたいなのができるといいかなと夢見ていて思います。以上です。ありがとうございました。終了です。はい、ありがとうございました。はい、ぴったりな感じでございます。ありがとうございました。さすがです。はい。まだ一言で言うと、これやっぱり手軽さもそうですけど、音声メディアの魅力ってどんな感じで捉えてらっしゃいますか？一つは、ですね、実は今、YouTube とかそういうものって、やっぱり聞く人、見る人たちの時間を奪うんですけども、ラジオっていろんな作業をしながら聞けたりする。のでね、そういう人たちのながらをしながら、だから合間時間に伝えられるメディアですね、車を運転しながらとか、あと子育てしてるお母さんたちも、実は子育てが大変で、テレビとか YouTube とか見る時間がないんだけれども、そういった、まあ、そういった作業をしてるときに聞けたりとか、あと仕事中も聞けたりしますよね。そんな感じの、やっぱりこう今までに届いてない人たちに届けるものとして、すごくやっぱり、とてもいいメディアであるのと、そういう音声だけっていうのは、やっぱりその人とのやっぱり親近感がすごく増したりするんですね。やっぱりこう伝えるというよりは、なんかそういう友達感覚的みたいな、そういう自分たちのメディアになりやすいってところで、こういったものを使っていくのがすごくいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。小泉さん、いかがですか？はい、尾本さんはですね、もうシビックテック界のお父さんですからねお父さんという通称で呼ばれてるんですよ。そんな感じがね。はい、はい、でやっぱり、ね、ポッドキャスト、私もですね、よく聞いてるし、あと、ポッドキャストじゃなくてローカル FM なんですよ。私もラジオ番組とかがやってたりするんですよ。シビックテックの話題はあんまりしない、映画の話ばっかりしてるギバサちゃんラジオってやつやってるんですけど、それはどうでもいいですけど、やっぱね、クラブハウスもそうですし、あとこのポッドキャストも、先ほど大政さんも言われた、ながらで聞けるって本当にすごいいいなと思うんですよね。はい。特にね、それこそ東北だと車社会なんで、運転しながらとかね、よくあると思うんですよ。YouTube 見ながら運転したらね、大事故起きてしまいますからね。ぜひぜひ、だから、みんな、なので、はい、やっぱりね、これから、はい、尾本さんのような活動、すごくいいと思います。はい、皆さんも、だから、ポッドキャストを作って、ネットワークでつながりましょうってこと。ぜひぜひ、皆さん、参加してみてはいかがでしょうか。はい、尾本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい。では続きまして、佐藤さん、いらっしゃいますか？はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、画面の方を共有させていただきます。はい、お願いします。はい、見えました。大丈夫です。はい。はい、では、ご紹介させていただきます。改めまして、こんにちは。タンフォーミーズ福島フューチャーズの佐藤純子と申します。今日は今年の2月、東日本大震災から10年の節目に、私が開催しました台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンさんと福島の学生たちの交流についてお話しさせていただきたいと思います。簡単に自己紹介です。私は現在も福島市で福島県内の女性と子どもを中心とした被災者支援を行っています。震災直後より福島県の災害対策本部や
県庁の広報課や観光交流局といった中枢部署で働いた経験から、一般社団法人たすけあいジャパンの立ち上げメンバーを経て支援を続けているような状況です。震災から10年、一つの区切りとしても自分にできることは何かないかなと考えているときに、ちょうど新型コロナウイルス対策で日本でもオードリー・タンさんが注目されて、さまざまなメディアで目にする機会が増えてきました。その中でオードリーさんがよく座右の銘として紹介していた言葉が私の心に深く突き刺さりました。オードリーさんと未来を担う福島の若者たちが交流できる場を作れたら、そんなシンプルでかつ、ハードルの高い思いが私の中で湧き上がりました。そのオードリーさんの言葉は、よく紹介されているんですけれども、すべてのものにはひびがあり、そこから光が差し込む。このひびは福島を襲った震災や原発事故、光は課題を抱えながらも前進する人々、これは福島のことかなと私は思いました。何度も悩みましたけれども、まあ、ダメでもともとと、気持ちだけは伝えてみようという思いで手紙を書き、台湾の知人に翻訳を依頼しました。何のつてもなくダイレクトにメールを送りしたんですけれども、オードリーさんはすぐ快諾してくださって、1月には、おそらくオードリーさん本人きっとものすごく練習したであろう全編日本語のメッセージまで寄せてくださいました。このメッセージはオードリーさんご自身のツイッターで公開されていて、当時は大きな反響を呼びました。そして今年の2月に開催の運びとなったのです。6名の仲間とともに準備を行いまして、2月22日台湾のオードリーさんと福島の96名の参加者を結んでオンラインで開催することができました。動画は編集して3月11日の午後2時46分の震災発生時間に公開し、この取り組みは後に NHK ワールドを通して世界にも紹介されました。10人の代表学生からの質問に丁寧に応じてくださるオードリーさんと、先日行われた福島中央テレビによるインタビューでは、福島の若者との交流は強く心に残っている、いじめの話には8歳の頃の自分が重なった、個人的に福島に行きたい気持ちが今も強くありますとおっしゃっていました。このイベントの後に開催イベントも開催しました。九州の企業から提供いただき、かつて全村避難の村だった飯舘村でのイベントですとか、福島大学の学生に台湾産のパイナップル 100kg を振る舞いました。またオードリー・タンの思考の著者近藤八重子さんや、台湾愛好家の沖楽台湾研究所研究員 B さんとともに、自分の中に小さなオードリー・タンを宿そうといったオンライントークも行いました。今私には2つの目標があります。1つはオードリーさんを福島へお招きし、そしてもう1つ、福島のユースとともに台湾とオードリーさんの施政課外交流することです。残念ながら今はこういった社会状況ですので、自由な交流は難しい状況ですが、その時のために準備期間と思っています。賛同していただける方、ぜひアドバイスなどをいただきたいと思います。この学生とのイベントの動画は YouTube にアップしています。ぜひ福島オードリータンで検索してご覧ください。今日はありがとうございました。以上で終わりです。はい、ありがとうございました。すごい行動力ですね。なんか伺っててものすごいなと思って。でもこれも ね、なんか学生さんたち96名ですか。はい、そうです。中学生、一番下は小学6年生で、上は大学生で、はい。すごいですね。なんか多分どうですか、どんなことが伝わってたらいいなとか、どんなことが伝わったんだろうとかっていう、終わった後の実感はありますか。
そうですね。一つの質問に熱心に耳を傾けてくださったのが本当に印象に残ってて、こう等身大というか、同じ目線で話してくださる方だなと思いました。はい。いいですね。やっぱそういう国とかそういうものではなく、かっこいい大人という言い方が正しいか分かんないですけど。ね、はい、若い人に与える影響ってやっぱり僕らもそういうことを意識していかなきゃいけないななんて思いながら伺いました。福島オードリータンで検索ですかね。そうですね、はい、はい、お願いします。はい、ぜひぜひ見てみましょう。小泉さんいかがでしょうか。はい、いやね、やっぱりね、何もつてもないところから突破していったっていう、ね、その突破力が、ね、素晴らしいです。なんかね、ちょっと感動しました。はい。多分オードリーさんの懐が広かっただけだと思います。いやいや、相性ですよ、これは。いやね、ちょうどね、昨年のコードフォージャパンサミットが、基調講演がオードリーだったんですよ。オードリータンさんがやっていただいた、はい、まあ、そういった意味のね、接点も感じますし、そしてですね、やっぱり台湾って、すごくですね、東日本大震災の時に大きな支援してくれたんですね。まあそんな中、はい、今こういう状況の時にオードリーさんがですね、またこちらね、東北に興味持ってくれてるってすごく嬉しいんで、ぜひ実現に向けて頑張ってほしいです。ありがとうございます。今日参加したのも公の場でお話ししておいて、ちょっと自分を追い込もうかなと思って参加しましたのですごい行動力、はい、いや、まあ言うと実現しますから。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では、本日5人目ですかね。高橋さんいらっしゃいますか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、画面共有させていただきます。はい、お願いします。共有されてますでしょうか？はい、大丈夫ですよ。見えます。はい。はい。よいしょ。はい、よろしくお願いします。私はそうですね、AI データ分析で部活動を強くしようテーマで発表させていただきます。はい、まず自己紹介なんですが、まあ高校大学社会人と、まあ将棋をやってまして、で高校時代ずっと将棋ばっかりやってまして、数学の時間とか、ずっと詰将棋解いてたんですね。まあなので将棋の大会では結構優勝とかできたんですが、まあ、ちょっと授業をついていけずに大学は文系科目で受かる私立大学に行きました。で大学時代にAIVS 人間っていう、まあ将棋とか囲碁でとか、まあ、クイズとかもありましたけど、まあ、AI 対人間っていうテーマですごい話題になった取り組みが、まあ、何個かあって、まあ、そこでその AI という分野に興味持ちました。でその際に高校で数学やってなかったつけがすごいありまして、あ数学必要じゃん AI 理解するにはっていうことを、まあ、強く実感しまして、で、まあ、社会人そうですね1年目から4年目は、まあ、文系職というか、まあ、そのいわゆる、まあ、IT の企画系の仕事とか、まあ、事業開発やってて、まあ、文系職でやったんですが、まあ、今年の4月から、まあ、機械学習エンジニアとして、まあ、まだまだ見習いレベルなんですが、まあ、そちらで、まあ、ようやくなんかこう数学使うような、まあ、仕事になってきて、はい、今復習中という段階です。でなぜやりたいかなんです。あ、そうですね、部活動を強くするのを、まあ、なぜやりたいかなんですけど、まあ、自分の経験も含めてやっぱ数学って必要だなって思ったのと、まあ、あと学生時代数学がすごい苦手意識がありましたし、まあ、嫌いだったっていうのもあるので、まあ、なんていうんですかね、そういう数学が好きな高校生大学を増やしていきたいなというふうに思ってます。でそうですね、数学の順位は高いんですよ、日本ってこのトップ10に入るくらい。ただ、まあ、得意だと思う生徒の割合はすごい少ない、まあ、だからできる割にはやっぱり好きになってやる気にさせるっていうところがすごい弱いなっていうのを感じています。はい。でまあ、数学嫌いな理由なんですが、まあ、これだと思います。まあ、何に使っていいか分からないっていうところがすごい大きいかなと思います。やっぱりなんか解けたからどうなのっていうのが全く分かんないままこう公式とかやってたんで、まあ、それがすごいアレルギーになったなっていうのは自分の経験でもありますし、まあ、高校生の方から聞いても、まあ、この意見はすごい多いなっていうのを感じてます。でどうやるかなんですが、まあAI とかデータ分析で、まあ、そういう数学的な考えを用いて、まあ、部活を強くできないかっていう考えてます。はい。で何をやるかなんですが、まあ、将棋の世界では、AI を使った研究とか練習っていうのが短いなっていうので、まあ、将棋のソフトの出場結果を使った研究っていうのは、まあ、今その高校生の子たちとやってます。はい。まあ、こういうふうに読み筋とか評価値局面の評価っていうのをコンピューターが出してくれる時代になってます。はい。
まあ、それをもとに、まあ、そういう課題の局面をもとに、まあ、その使っているエンジン名であったりとか、まあ、ソフトによっても特徴が違うのでとか、あの読みの深さとか、まあ、あと探索数、読み筋などを記録しています。はい。で、あの将棋部以外でもこういったその AI とかデータ分析を使った活用ってあるんだなっていうのが事例としてありまして、まあ、山形 AI 部という、まあ、山形の高校生がやってるあの取り組みがあるんですが、こちらサッカー部にあのピットビットみたいなこう心拍数を測る機器をつけて心拍数とパフォーマンス の, あの関係性を考えたりとか、あと e スポーツではあのチーム戦で組むみたいなんですけど、それぞれなんかどういう声掛けをしたら、言葉遣いでチームに声かけたらあのスコアが上がるかっていうことをまあ分析したりとか、いろいろ面白い取り組みがあって、あ、将棋部以外でもこういうのってできるんだなっていうのを感じています。はい。まあ、なので、まあ、こういう今ちょっと将棋部ってまあ割とちょっと地味めな部活なので、なんていうんですかね、こう、まあ、よりなんかこうサッカー部であったりとか、まあ、野球部とかそういったなんかデータ分析とかは、まあ、関係なさそうな、まあ、分野でも、まあ、よりこうで数字を使って、まあ、正しい意思決定をしていくというような、まあ、そういう思考の訓練をしていって、まあ、どんどん数学が使えるんだ、まあ、数学好きなんだっていう、そういう10代をまあ増やしていきたいなと考えています。はい。まあ、なのでぜひあのアドバイス等いただけたらありがたいので、まあ、お気軽にご連絡いただけたら幸いです。はい、以上になります。はい、はい、ありがとうございました。僕も実は将棋やっててですね。あ、本当ですか。はい、はい、小学校の時全国大会出たりとかしてて、すごく、はい、でもあのもう50前のおっさんなんですけど、僕自分からあの、はい、AI のアベマトーナメントとか見てて面白いなって、最近 NHK もやってるもんね。あ、そうですね、評価値として形成が出るようになってますね。はい、他の方どう思ったか分かんないですけど、僕は全然地味と思わないでゲームありがとうございます。はい、でも確かにそうですよね。あの将棋に限らず、なんていうのかな、あの人間の能力が弱くなっていくものかっていったら、必ずしもそんなことないですもんね。そうですね、あの人間が今まで気づかなかったようなパターンとか、そういう戦略っていうのがどんどん出てきているので、むしろその可能性を広げるツールだと考えてます。50前後の棋士が今活躍してるのって、絶対 AI のおかげじゃないかなって僕なんか思っちゃう。あ、そうですね、はい、はい、残り時間少ない中で、多分ね、僕ら2人で語り出すと、えらいことになりそうです。小泉さん、いいですか。はい、大丈夫です。はい、ちょっとハマりそうなんでお願いします。いや、でもやっぱり小児と AI ってあたりが、ね、すごいトレンドですよね。はい、あ、そうですね、はい、あ、であの、はい、数学やってないところからその、ね、AI の方に行こうっていうのもね、はい、いや、あ、そうですね、ちょっと前まで数学ができてないと、はい、AI の方が読めないっていう状態だったんですけど、はい、そんなアルゴリズムなんとかとか出てきて、はいはい、これを使うかこれを使うみたいな感じで、ようやく一般化してきて、まあ、というか数学やりたいと思ったのも、なんか将棋強くなれるっていうツールとして、まあ、や有効っていうのは分かってきて、まあ、だからこういう身近なテーマがあったんで、うん、まあ、学べたっていうのがあるんで、まあ、そういう経験はちょっといろんな人がやっていけたらいいかなと思ってます、将棋以外の人も。はい、いやね、こう将棋をきっかけにあの、はい、なんかもっともっと AI の、ね、楽しいプロダクトとかね。ああ、そうですね、もっと目に見えるものを、はい、そうそうそう、あ、いや、そういうの十分楽しいんですけど、はい、なんかね、あの、いや、これからのね、あの高橋さんのね、はい、あの、はい、新しく作り出すものが、ね、はい、できるなと思いました。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。わかりました、ありがとうございます。はい、では今日のライトニングトークとしては以上5件で、そうですね、まあ最後ちょっと総評的な感じでお願いします。はい、はい、はい、あ、はい、じゃあ私の方から喋ります。あの今日はあのあれですね、若手4名ベテランお父さん一人っていう。いらっしゃいましたね。貫禄があり、はい、感じでしたね。はい。まあ、なので、はい、あの、で、そしてですね、あの、やっぱりですけど、尾崎さんのね、そのキャリアコンサルタントとしての、その実績があるがゆえのね、はい、はい、アドバイスとか、そういったお話がですね、あの、非常に私もね、聞いててすごく面白かったです。はい、なんか皆さん、面白いですね。やっぱり参加される意識が高い方は、皆さん面白いなと伺ってます。うん、そうですね、やっぱそしてこうやって発表してもらうことでですね、我々もそのあのどういうふうに考えているのか、どういうことをやっているのかと知ることができますからね。確かにそうですね、はい、整理できますよね。はい、はい、貴重な機会です。ありがとうございます。
ぜひ、今ね、これ見ていらっしゃる方もね、ぜひ、ライトニングトークやってみるのもいいし、うん、近くのシビックテックに一緒に混ざってみるとかね、はい、ぜひですね、参加していただけるとね、こういうイベントやってる私の方でも嬉しいです。はい。はい。はい、じゃ以上で、ライトニングトーク、本日の分はこれで終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。はい。はい。ではですね、ここからまた休み時間に、はい、入っていきます。で、ですね、この後、このトラックゼロの方では、はい、またですね、東北の内容、魅力をですね、紹介していくセッションの方を進めていきます。はい。で、よいしょ。はい、次はですね、4時半から開始します。で、4時半からの内容の方は、はい、まずですね、はい。Code for Japan創設メンバーであって、なんと今日がお誕生日である、白川さんが最初のゲストとして来ていただいて、その後ですね、キッズクロプログラミングでコワーキングスペースで活躍されている新妻正夫さんがですね、はい、ゲストに来ていただきます。はい。皆さんよろしくお願いします。はい。ではですね、ここからちょっとね、はい。ちょっとスライドを切り替えるんですよ。ちょっとお待ちください。